生命 J1 リーグアルビレッツ新潟は4連勝でシーズンを締めくくりました。今シーズン限りで18年間の現役生活にピリオドを打つ本間勲、ミスターアルビレッツを勝利で送り出したい。さらにこの試合を最後にチームを去る鳴岡翔やロペス・ラグラー監督にとっても新潟でのラストマッチとなる一戦。一進一退の展開から試合が動いたのは後半32分、こぼれ球に反応した山崎の鮮やかなパスに富が反応、相手ディフェンスの背後に抜け出して確実に仕留めました。富のシーズン7点目で新潟が先制します。ルヴァンカップ王者セレッソ大阪に対し、そのまま1点リードで迎えた終盤、ついに本間が呼ばれます。後半43分、現役最後のピッチへ。キャプテンマークを巻いて、プレーさせてもらって、引き締まる思いでしたし、その時はしっかりやらなきゃなっていう、最後までチームのために戦おうという気持ちでした。キャプテンマークを託された本間を中心にチーム一丸となって相手の攻撃をしのぎます。最後の最後まで守り切って、ついに試合終了。ミスターアルビレッツのラストマッチを勝利で飾り、4連勝でシーズンを締めくくりました。入団から18年、本間はビッグスワンで現役生活に幕を下ろしました。チームの力になれず、自分の力のなさを感じ、引退を考えるようになりました。まだまだやりたい。支えてくれた